こんにちは。アートと日々のちょっとした癒しをお伝えする住みアーティスト優香です。今日は地元の神社にやってきました。皆さんは神社お好きですか？私は大好きです。今日は私のスケッチをお見せしたいと思います。もう都会なんですけれども、やっぱり神社の中はですね、気持ちいいんですね。この空気もお伝えしたいと思います。こんな感じですね。こちらは、青森に行った時ですね。もう何の変哲もない道路の脇で描いていました。雨の後だったので、水の音と一緒に山の清浄な空気がとても素敵でした。ではスケッチ必須アイテム6選をご紹介します。鉛筆 4B2B B 練り消し、普通の消しゴム、カッターナイフです。鉛筆はこの3種類があれば大体何でも描けます。練り消しはいろいろな形にして様々な表現ができます。鉛筆はステッドラーがおすすめです。次にスケッチブックのご紹介をいたします。こちらのリングのものは F2、F3 のもので、とても持ち運びしやすいです。そしてこちらがとってもおすすめなんですが、中が糸で閉じてあって見開きに描けるようになっています。ですので風景や、滝ですね、縦長横長のものをスケッチするのにとても重宝いたします。日本画材屋さんで売っています。皆さんもお気に入りのスケッチブックを見つけてみてください。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。Oh,